違うわ。スタートダイで一回、選手が追い越した後、お父さんが、ここでコースアウト、コースアウト。ああ、出ちゃった。 今回出てくるじゃん。さあ、しかしまだまだ若いワンちゃんですからね。若いワンちゃんなので、これから経験を積んでいこうとですね、そしてパワーは天才素晴らしい。ゴールいい出来だったらしい。ハイスピード決めて、初めて来た実はロイちゃん、今度は本戦開幕大会に登場です。これはいいペース、いいペース、完走できたゴールいい。9秒8、大好き、見てください、このスピード。 東京都まるでハードルが何かのようなスムーズなテンポを決めて、カードを回してください。カードを切りました。おっと、カイリスさんのショートカットがつらい。さあ、ゴールです。カイリスさんゴールでお迎えしてくれ。ゴールに入りました。カイリスさんが低い位置で左手で少し指を立ちながら勢いを入れていきます。こちら途中でスピードが、カーブの手前にね、現実を壊しました。 スタートの手前です。現実としました。スタートを決めました。いいペースで走っていきます。カーブを狙って、スタートを決めました。いいペースで走っていきます。カーブを狙って、回ってまいります。カーブを回って、最後の直線。 早い早い、リーさん早いぞ、いいペース、いいペースがある。さあ、これ、カイリスさん、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ショートカットです。さあ、カイリスさん、そんな気持ちの哀れみとか、プレイヤーさんと並んでゴールになるか、ゴールイン。さあ、アイリンちゃん、今、カードを決めました。昨年のハイスピードイベントにおきまして、ハーフ部門、ハードル10台でのハードルに部門に出て、頑張っていた、アイリンさん、今度は本戦。 ことが愛おしい。他人から見たらおバカさん。このままでは絶対に終わらさん。出なくはいに生きてる人に憧れる。だけなら無力に等しい。目に見えるものなんて、たかが知れてる。目を閉じることでそん中が見えてくる。止めようもないもの、つまりそれは流れで、流れて流れて、時に任せて。そん中で迷いながら自分信じ捕まえ。
ミキちゃん、正式な本命登場は本
じゃあ初めて、ドロップで10秒までずっと出てきてますけども、このラムネちゃんは1世代ということなんですけど、早いわ。11秒の7時の好タイム。以上で、すべてのワンちゃんと。